お昼もよろしくお願いします。ピシャニバン空想科学世界ガリバンボーイ150から154話目、お昼も、ね、よろしくお願いします。黒風さんです。リンドさんありがとうです。さあ、先週はゼロを倒して、そう、宿屋ね、宿屋とまたなんかおかしいっていうんでね、泊まるのを遠慮したんですけど、さあ飲みましょう。ようこそ奇跡の宿へ。金貨王民じゃ、泊まっていくかね。美人人者め、黒金下がりです。全部話は聞いたんだっけ。聞いたっぽい。じゃあ止まっていくか。和骨です。七個目さえに止まりましょう。じゃあどこへ行くか。この辺があるかどうか。素敵な夢。ジュニアが全大会優勝する夢かな。赤と大門戦地中海で今日も大暴れ。10個目戦でラックスチートシティと正反対の街。もう食べられない。しっかり食べて。わこがり。はい、サンチさんいらっしゃい。テル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 。こんな感じだ。よし。じゃあ宿に泊まっていい夢を見よう。ようこそ奇跡の宿へ。金貨王面じゃ、泊まっていくかね。良い夢を見るのじゃぞ。お、ナイトメア。なんだよ、うん、ここは悪夢じゃねえか。だ悪夢だよ。ようこそナイトメア。私の名は聖魔長官 X。 悪夢の世界の住人だ。なんとアルトメアはないわ。私は知っている。ラックスや X。 お前は聖魔教を信じていない。よってこの精神の迷宮に封じ込める。なんだって？あ、奥の人で止まるんだったよね。こんな悪い夢じゃない。ここは手前で止まるぞ、ナイトメア。20個目されて。そうだ、ここは悪夢の世界、ナイトメアだ。くそ、早く脱出しないで、ナイトメア。わお、なんだこれ。わお、ハードベース。これエジオン一人。うわ、これもきつい。でバーで、ね、ミスター、オッケー。でバーで、ね、おー、ミスってる。いいね、エジオン。でバーで、ね、バーで、でバーで。エジソン割といいから、このデパデバーネがあるからスピード、スパイスを下げるね。
僕の強さを知らないな。僕はガリコーより強いんだぜ。おう、シャンクシャンクシャンク、効かないよそんな体当たり攻撃だって。僕は発明王だからね。あんなめったに喋らないやつより主役っぽい、主役っぽいんだぞ。空想科学世界エジソンでもいいくらいだな。エジソンボーイ10万国際エジソンボーイ。なんだここは。ハードベース。ほら早くいつもみたいに10万ボルト出せよピカチュウ。10万ボルト出さなくてもお前なんかこのバネで十分だ。デラックス回復石。うん、今度こっち来た。ブラックが、うわー、ガリマン。もうこんな真っ黒になっちゃって。髪を緑になってる。うわー、燃えた。ブラックガリバー、わらわら。ブラックのガリバーだぜ。ほら、ほら、まただ。エジソンレベルアップ。悪夢に出てくるってことは普段からうっとうしく思ってたってことですよね。そうなんですよね。止まれと。スーパーガイブ。電弾持ってやがって。僕の大事な電弾つぼ。でもでばあね。なんブラックマインだ。うわあ、盲目だった。それについては本当にすまんすまん。電動カーで一人でやるか。ほらがないや。まだ言うか。風田としきさんがレベル。ほら。おう。ほら。とどめだ。エジソンボーイ。和骨です。大丈夫。盲目になったらコスモが上がる。来なさい、来なさい。コスモが上がるぜ。お、ようやく抜けた。こらー、ナイトメア覚悟。まだ生きていたのか、しぶといやつめ。許さないぞ。やい、ここから出せ。
何を言っても聞く耳持たぬわ。聖魔教を信じぬ悪魔の手先め、この X 様が夢の彼方へ消し去ってくれ。愛してるよ。お前なんか僕は愛してないよ。聖魔教は結局聖なのか今なのかどっちなんだい。みんな夢の国に連れて行ってくれるのか。なんかしかしなんか頭が欠けてるんだけど。X は聖魔の実戒を宣言する。何時道具を使う流れ。使えないのかあや。でばでばね。実質的にハロウィンでいい感じですね。ちょうどハロウィン。うん、よし、道具は使えないが、盲目が治っている。あ、盲目は、とか、あの、パラメータ以上はね、ターンが経てば治りますよ、勝手に。不気味大福流れです。使わなくても歩いてたりしても治るし。よし、あれだけスパイス下げたらいいだろう。電磁特化シーン。電磁特化シーン。電磁特化シーン。歌を歌うなから、歌なんか僕は歌わないよ。電気特感し。うわあ、道具が全部かかった。電気特感し。本気だから歌うなってこと？ワコガリバー。42個目単位で、僕は歌は。ってことはこの後全員でも戦い。歌唱力はエジソンよりうまい、ガリバーよりうまいんだぞ。カエンボーボー。いかん、ちょっと道具使えないのこれ。ガリバーからの訴訟まで道具使えなかったらちょっと困るな。使えないの、使えるじゃん。使えるじゃん。なんだよ。なんだ、使えるじゃねえかよ。電磁特化し。一個仕掛けにできないのでは。ああ、そういうことか。他のやったら治るんだね。さっきまでは道具だったが、今は歌って。歌なんかもう禁止だっても言いたくないぜ。最初から歌うコマンドがないからな。どや。あったぞ。あれだけスパイス下げてもまだ。こいつ。あ、ドロバイ一目だな。強視色投稿ガリバー。3548だ。48個目だね。これで4000いった。カエンボーボー。コナミ。ちぶとい。
火炎ボブー強食うなぎ電動カーンデイドカーちまちま回復しやがって。レイドかレイドかレイドカーンあぶねえ。レッドカーン。もう回復しなくなったね。やったぜ。おマリアでどうだったの？できたの？あれそういえば使ってなかったわ。エジソンレベルアップ。パチパチパチ。ラゴー。オリさんが一番最初。パチパチパチを。どうもありがとう。僕がエジソンだ。このエックス様が。プリポンも忘れられがち。プリポンもプリポンまああんまり役に立つ。大臣バラーム様、まあ大臣がいるのかよ。メシュナの女王様、ジャックスさんの演技っぽいかすれ声。ください。これはラッツさんじゃないですよ。うまいから。ハレルヤ様。お許しや。床に何か光るものが落ちています。セーバーの証を手に入れました。パチパチパチ。どうもありがとう。聖なる魔って何？聖なる魔、まあでも生と魔がいるんじゃない。世紀末のファンクラブの会員証ですか。世紀末の邪聖剣みたいなもんですね。邪聖剣みたい、そうですね。横島な聖剣。もう大丈夫だぜ。さあ行こう。エジソン、エジソンだけ優遇されてんなここ。エジソン単品だから。ガリバさん、私レジスタンスの生き残りです。ここの宿はちょっと怪しいです。だから私のところ泊まってください。でも倒しました。非常に申し訳ないのですが、レジスタンスを立て直すため我々にはお金が必要なんです。もうレジスタンスいいよ、解散して。もう金貨7枚いただきたいのです。それでもよろしいですか。まあまあしょうがないな、7枚ならいいよ。それではごゆっくり。スタッフさんが
リバーよ。もうレジス何反抗するの、レジスタンス。もうあのイスタンブールやられたんやっつけたのか、イスパニアは。おはようございます、朝です。次セーブしますか。どうせ正面突撃して全滅するレジスタンスなのに。もうどこに行くの、67コースで。俺がメシナの女王を倒すからもういいよ、レジスタンスやらないで。では宿中開きます。また来てください、ずっとずっと応援してます。あ、いなくなってる。いよいよ約束の日が近づいた。我々信者が真の楽園へと旅立つその日が。聖魔大臣どこよ、あれみんなやっつけられたの知らない。戦いが始まるわ。我らがメシア・ハレリア様と悪魔の化身伝説王の手の者との戦いが。何もしなくてもいいけど応援はして。レジスタンス、今から突撃します。応援していい。聖魔の証がない者はここを通すわけにはいけん。うん、聖魔の証を持っているな。よし、通っていいぞ。カテドラル、あ、カテドラル。この戦い、メシナの女王はハレリア様のお言葉が聞こえるんだ。ジョロ、女王様、もしかしてハレリアに操られて。あ、そんなことないわよね。ほら、あなたもお祈りしなさいよ。ハレリア様の罰が当たるわよ。話しかけるな。今からメシナの女王様がお話になる。我々の神ハレリア様のことをよく聞くんだぞ。ハレルヤー、ハレルヤー。この汚れた大地に神の国を。あ、メシア様、この命捧げます。ハレルヤー、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 ハレルヤー。明日の天気はハレルヤー。神の供え物となるこの喜び、あなたにはわからないでしょうね。あの炎の先に楽園があるんだ、神の国があるんだ。地上8階、地上5階。あ、美しい女王様。あ、美しいハレリア様。女王様はもしかしてハレリアに操られて。あ、そんなことないわよな。 50% 晴れです。信者たちよ。まあ、ジョーさん仮面つけてんだよね。我らの神肌があんな、あんなの仮面じゃないよ。完全なる復活をなされます。祈るのです。そしてハレルヤ様に全てを捧げるのです。失うことを恐れてはいけません。女王様偉いなんていうか、そのこの世界にある全てのもの、お金も地位も名誉も、そして命も、すべては人間がハレルヤ様からお借りしているものなのです。さあ、お前たちのその命、掴んではなりません。ハレルヤ様にお返しする時が来ました。天国への扉はすでに開かれております。あ、あの火山に突っ込むんじゃない。ハレルヤって造幣局ってこと。造幣局やね。造幣局で何、大蔵、大蔵省、日本銀行券。ああ、落ちた。ガリバ止めないのかよ。なんかすごい肌荒れてらっしゃいません。肌がね、すごい荒れてたわ。90個目だよ。なんかこの加工っぽい。ハレルヤハレルヤメイドインヘイブン。皆の者動くな。これで獣の闇ができるんですね。ここに邪悪なる心を持った者がいる。ここで獣、おっと、その者は聖魔教会の信者ではない。どこにいるんだ、聖魔教会の信者じゃないやつは。お前だ。え、俺じゃなくて。こんな正面にいるのに今更。え、違うの。え、違う。シュータ。ん、何、この人誰。
この日が出ているところで剣を打ち直すんですね。わかります。俺じゃなかった。スポットライト。俺じゃないやん。ガリバーに気づいてない。この人ひょっとして。イスパニアの柔道。バカな男よ。所詮ハレルヤ様の手の中で踊らされていただけ。堂々と来た方がなぜスルーされるのか。そうなんだ。お前ら。ん？あ、俺？すぐ乗らないから。和骨で数位ゲームやってますね。はい、103。あ、3個目だね。あ、エジソン！やっとかよ。あ、ここでエジソンやられて、さっき一人で稼いだ分のレベルがあれなのか。あ、違う。エジソン君。エジソンどうした？エジソン大丈夫か？どうやら虫のようだ。あ、バリア張ったのか。あれバリアだったの。エジソン！ドクロベイだ。エジソン優秀。あの距離だからバリアが張れたんですね。わあ、エジソン優秀だね。持ってるから大丈夫だったんですね。バリア張ったんじゃないのか。会員証じゃなくて。どうなったんだ。あ、何も反応なし。ん？反応ないね。どうなったの。奇跡だ。ハレルヤ様の奇跡だ。いよいよ神の国は近づいた。俺がメシナのと、女王様の予言は本当だったんだわ。メシナと、うわーい、敵だった。アルケミスト、ゾロアル、ん？ゾロアソルジャー。全速か。アリバー。ガリバーストレイ。わあ、いたいたいた。低めパンチ。氷の歌。アリバー。ガリバーレベルアップ。パチパチパチ。どこでどう。なんでさっきのやつはいないメンバーの行動を禁止したんだろう。そうだね。あ、まあ一人ぼっち。おん。赤い水が湧き出している。飲みますか。はい。ガリバーたちに不思議な力が宿りました。おお、扉が出てきた。
ガリバーたちに宿っていた不思議な力は消え失せてしまいました。おひょっとしたら女になるかもしれないからね。結界の札、いきなり飲むと怖いぜ。また逆転現象が、また逆転現象が、赤くなった。アルケミス、ゾロアソルジャー、レディーゴー。アポロ、ジャクレンパーズビンター、デンジドッカーシー。ミスティーレベルアップ、パチパチパチ、どうもありがとう。経験値うまうまー、隠せずティーローリン。反対だ。こんなに怪しいものを飲んでいたら汚染されちゃうのでは、笑。飲んでいいのかね。でパンチ。エジソンレベルアップ。パチパチパチ、どうもありがとう。ママのキャラメル、リロリン。飲んだようでボスのランクが、あ、半分だった。なんでこんな罠もあるんだ。罠入りにもあった。うんこ虫、うんこ虫、シューティングかな。シューティングメン、あたかくなった。みんな飲んでるんじゃないのこれ。ゾロワソルジャー、エンジソンバーネ、ガリバーレベルアップ。止まれそう。ゾロアソルジャー A and B。 ほう、あ、臭い臭い、おならだよ。
終わらない。任せろ。Z か B。いやなんで C。すごいパワー。おら内田さん残り一筆です。ダメだ。うわー毒だ。あ、解毒草がいっぱいあったんだけど。ぐは。やっぱり毒じゃないか。やっぱり毒じゃないか。わお。歩けます。ここだ。レベルアップ。パチパチパチ。うわー全開。お、ここいいじゃん、いいじゃん。うわー全開じゃなかった。やったー全開。いい水があるじゃない。酔っ払った。うわー酔っ払い。イエス。リアクション間違い。リアクション間違い。オープン。ほんとこんな謎の液体飲めるなんてすごい。すごいよね。怪しいところの絶対飲めないよ。レベルアップ。お、プリポンキング、プリポンのキング。パチパチパチ。あー、ここら辺に泉があるんじゃない。プリキン、プリキン。アルケミス、ゾロはソルジャー、ファイト。電動監視。クーポン。ガリバーレベルアップ。パチパチパチ。あ、ここ、あ、ここ消えるやつか。ダッシュ、多い時で行かないといけないってことか。
ゴー。お、新キャラスクライズ。ガンジー、お、新キャラガンジー、ガンジーさんが悪魔になっちゃったよ、あのガンジーさんが。ガリゴパンイーグルマインド。ミスティーレベルアップ。あー、ここまで来て、あらららら、うそないからね、ガリバーの長所がね全くないよ。はい、ゾンレブラム。これじゃいい。レッツゴー。でてててててれれ。でてれてててれて。でてれてててれてて。てれてててれてれ。てれ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 。てれ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 れ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 れガリバーレベルアップ。何を盗んでいくつもりなんですかね。よし、よいしょ、ゴール。の鍵飲み放題、飲み放題、うわ、うわ、乗れかけられた、うわ、なんだこれ、呪いを解くところがあるんじゃないの、あ、なんかゴールはスンダの鍵を使いました。スンダの鍵は音もなく砕き散りました。やった、これ乗れた時だ、やった乗れた時だ、あら、まだ鍵があるのか。他にもあるのかい。他にもあるんだ。
服とか防犯意識高いな。怖い。おーっと、ナメクジロイヤルスラグ。なるほど、アイテムが消えれば呪いも消えるのか。紙がすぐそこに置いてあるのはちょっとだけ問題だけどな。まあ、呪われるがいいってことですね。ガリバーボーイ。ガーリバーボーイ。玄関手前の足拭きマットの下に鍵を隠してる人いたような。わら、あー、いたいたいた。うちの母ちゃん、それに領収書とかいっぱい入れてる。何、次元魔法。いてててててミスティーレベルアップ。氷の歌第3章来た。第3章来た。ついに氷の歌がファイナルステージ。ありがとうございます。153個です。イジュマーの鍵。イジュマー。ライブツアーを開催しましょう。ライブツアー。うわー、沈黙の呪い。下じゃなくて上に。オープン。まだあるぜ。クソ、トリプルロックかよ。防犯意識が高い。防犯意識が高いトリプルロック。アルソック。ある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 ソック。ある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 ソック。セキュリティ万全。かわいい大きい。161個目です。安心してください。そんなまだ進みませんから。ガリバーが、じゃないや、ガリバー、エジソンが、ね、ボス一人でボスを倒したところからですね。で、相手のね、総本山に乗り込みました。あ、もうあれ。氷の歌第3章、食らいなさい。第3章。わお。カリコフ。ラスダン。いや、まだまだですね。まだですよ。あいつ硬いなね、今に。なのか。もうちょいですよ。エジソンレベルアップ。パチパチパチ。止まれと。やりごたえ十分。やりごたえ十分。
ヒヤースの鍵。ヒヤース。毒の呪い、うわ。これが一番きついかもしれない。覚醒石か。今上ヒアース、ヒアース、スネーキジュー、わーい、だほら、うぇー、コング使えるぜ、ガリバーレベルアップ。パチパチパチ、だだだだだ、なんか戦闘したら急戦闘したら毒のために食らうようになった。あ、消えた。戦闘入ったらあれだ、ヒアースの鍵でようやく、ミスタービーカラー、ビーカラーってなんだろう、ブラックカラー、ブラックでもないな、ミスタービーカラー、アイコンはビー。アイドル鍵もう失敗に渡せるわ。ウィンディー擬人化計画、コンマイ参考式で間違えてどうすんねん。ほら、また鍵がある、うわー、また鍵がある、最先端すぎた、鍵があるよ、カラコルム、うわー、見た目通りの2回攻撃、ビービーシャドバー、計画の時はまだ機体とパイロットが分離して考えてなかった時代だったから、幸田真理子当時かなり人気あった本やし、もう幸田真理子はもう大人気でしたよね、もう犬も歩けばもう幸田真理子ファンに当たるっていうぐらいね、よし、これでいいな、もう幸田真理子をね、好きにならずは人にあらずとか言われてましたよ、怪しい部隊だぞ、怪しい部隊だぞ、今もね、あの人気ですよ、今も大活躍、もう幸田真理子と言ったらもうね、誰もあの国みんな国全国民、あら、全国民が知っている幸田真理子かな、今のあれじゃないの、他に鍵あったっけ、それなりには人気だけど若手の女性声優に押されてる感じは、若手がいるからね、しょうがないね、幸田真理子ポケベルとかありましたからね、まだどこかにあるのかな、ボタン、幸田真理子カレーとか幸田真理子ポケベルがポケベルでしたね、これね、まあ押されてるけど押し返してるね、今国王軍とかっと怒られた時代、そうそうそう、おいって幸田警察がやってきたからね、イーグルマインド、
コーダマリコレベルアップ。シーナヘキルも人気だった時代。ああ、もうシーナヘキルとコーダマリコはね、まさにツインビーと言われてましたね。二大巨頭、若手声優二大巨頭でね、何もなかった。ヘキル氏は声優よりもシンガーになりたくて仕事減らしちゃったんだよね。あらららららら、ら、まあ、R タイムファイナルでね、美声を聞かせてくれたんで、ファンは良しとしましょう。デモジスト、ミスターブラックから、サンシャイン、ジャグレンパーズ。今家族の洗濯物たたんでるけど、マリコロゴのハンカチある。お父さん、マリコ様がレベルアップした。マリコ様、笑。マリコ様レベルアップ。チューバーになったという情報を昨日見ました。夢を追いかけられるならな。夢ですか。何情報があったの？YouTuber じゃなくて V なの？ U じゃないの？ V だったら姿見えないんだよね。え、っていうか V は女の人できないんじゃないの？ V は見た目が女の子で中身が男なんですよね。中身がおっさんじゃ、おっさんの方が VTuber なんですよね。VTuber は普通、ポリゴン使ってないですよね。ポリゴン使ったら VTuber なんですよね。で、中身が、あ、そうなの、中身がおっさんなのが、ポリゴン使ってるのが VTuber なの。公式だからわからんか。レジのレベルアップ。バーチャルの格好で中身も女性も大丈夫大丈夫。こっちにもあるんだな、じゃあ。あ、そこにあった。ここにあったぜ、青い青いスイッチはびこっていく、そのあたりが好きなの。ミヤムも VTuber やってるみたいですよ。ミヤムも、わら、ワコツ、ラックスさんが VTuber デビューするときで、はい、動かしても覚えないで。スーパーソニコの中の人などいませんよ。 VTuber ミヤムはもともとまあねVTuber みたいなもんだからね。トンチキな回答をするにとろ。ほら、ラックスさんが VTuber になったら PC エンジンの初期手法。そうね、ガリバールベロ一緒は VTuber。 中身がすぐ分かっちゃう、バレてる、湧いてる。一緒さんを、わらわら。しかしああいうのをリアルタイムでやるのが人気の時代が来るとは思わないんだ。そうだね。おメシュナの塔へようこそ。ちょっと MP 回復してなかったよようこそここへ、くくくく。あーなんかひょっとしてこれあれなの、ようこそここへ、くくくくのあのおまじなんですかこれ。まんまですね。まんまですね。青い鳥求めて、やっぱり私の青い鳥。私の名は聖魔大臣バラーム。バラーム、担当さん年代が古い。年代やっぱシナリオ担当さん年代からさしたらこれですよね。ようこそここへ。ここから先通すわけにはいかない。まあ渡るの人だからな。お前たちのような汚れた者たちが女王様に会うなど、このバラームが許さぬ。困った、元ネタがわからないぞ。プロデューサーは広い王子だし。苦しまぬよう天国へ送ってやる。桜田淳子、青い鳥で聞くとあの歌があります。ようこそここへ、くくく。あれ、今のノリスケの声の人かな。私の青い鳥。これだけに流行り物は古びるな。わらわら。Oh.
ミッションはまず自分家族にある全員家族ガリバーは結果結果の裏でちょっとあれかなバリアはい、バリア1回確かに昔の暴力マスクつけてますねこいつ昔の暴力マスクこんなんだったっけ第3章あ、これないあ、こいつ単体だから指輪でよかったな指輪でよかったよし新ネタ多めですがあ、バリア消えたバリア消えちゃったえ、今のあれよしよし、こじかめほら時代時代に合わせて時事ネタが入ってるからあー、この頃はこれだったんだなみたいなこじかめは最後の絵漫画になってしまっていたので、存在オッケーシャッファー殴れ殴れ3階席持って、あ、3階席買ってなかったあ、3階席買ってないじゃん2階は2個あるかって感じようか1,2,3 それはアニメ版の画廊だね、わらよし道具の前の事件地下の場の地下バーンみんな応援するわよコロナ騒ぎのおかげでテスト対象につけられてるの知ったなこのマスクあ、アマビエ様か、アマビエね。黄金のカンビエ。黄金のカンビエ。あ、そうか。バリア外れました。オッケー、カンビエ。ストレート。カズバーね。あ、応援団してくれよあ、ゴールからいいかあ、絶対レイドの絵が超便利じゃんあー、マインダー来たカンビエ違いアマビエ、アマビエアマビエ様指輪便利あー確かにすごいと思ってるみたいだねおい一応バリア張り直した方が溶けたら張り直そうと思ってまた凍っちゃったら張ろうと思ったら凍っちゃうからしょうがないねほらほらほらスケファーお、来た来たずっと凍っててもらってチクメパンジマリほらスバイさん鬼のように下がるからこれ攻撃できないだろこれ氷がでもチクメパンジボンボンボンガリバーレベル4アップメッシーレベル4アップエッションレベル4アップパチパチパチをおめでとうありがとうこんな弱い敵でレベル上がりすぎではやったぜ本当だったレジェンド It's true アトランティスの王と魔女の血がアトランティスキング and ウィッチブラッドクロスこんな力が This power
ハレルヤ様の完全復活を。ファインファインサーマーパーフェクトリベンジ復活じゃない、パーフェクトリバイブクイックリークイーン。珍獣青森さんありがとうございます。うぐクイックリークイックリームーブ。デンターン。ビースワークの成果ですか。ビースワークの成果が出ましたね。クローネです。わらら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 。お。ありがたやデンスミスボ。ありがたやデンタンツボ。わあ、骸骨から血が流れてんだね。これを飲んでいたのかね。これが溜まってたのか。すごい、コング一人で倒せん。すごい。メイスティレベルアップ。パチパチパチ。止まれと。ここがちょっとね、タイガーなんて長引くと逃げるし。わ、なんだこれ。ブレインブレイカー、ブレインブレイカー。階段祭り、わら。わお、わー、すごいだ。氷の、あら？あ、氷の音が取られてる。氷の音取られてる。くそー。返しなさい。デッドカーシー。カリバフック、カリバエンジソンレベルアップ。ノバレット。あ、そうか。今回は越後聖火。デラックス回復石、なんだこんな手間かかる宝石が、回復石や。消しよりはマシですね。回復の方が
回復石の方がいいです。ここはそもそもが外れなのか、このラインは外れなのか。あ、間違えた。スターブレイカー現象型のゲームにもスターブレイカー現象が、あ、こっちにあるじゃん。エジゴセイカさん、ありがとうございます。あれ、ここ壊れるの？違う。あれ、どっかあるのか。ほら、ガリバーレベルアップ。ダルニザーン、魔物現れない、友達がいなかった。ほら、ジャグレンパーズ、天然うなぎ、まあ、天然もんだからいいね。ブレインブレイク、幻の天然うなぎ、メッセールから。パチパチパチ。登れと。ちなみにうなぎは砂漠なので、砂漠のみ都道府県別の調理師資格がいる。ああ、うなぎはね。素人は砂漠かないように。そう、フグは有名だけど、うなぎは知られてないよね。僕でもさばいちゃうおばあちゃんいたけどね。で、な、運ばれ、病院運ばれたんだよね。こないだニュースでやって、ニュースでやってた。自分でさばいて食べてた。僕に当たって。あれ死んじゃったのかな？川でうなぎを、それうなぎなのでただの蛇じゃないですか。違って、わお、まず数限りないね、犠牲で、犠牲であれでしょうね。食べる部位が分かってきたんですよね。
何でも食べてますからね、しかしもね。伊豆さんみんな食べられてると思いますよ。昔の人はね。うわぁ、ちぐ、MP めちゃくちゃ吸い取られるじゃん、こいつ、この野郎。ま、エジソンは伝達もあるからいいけど、エジソン吸い取れ、エジソン。エジソン吸い取るね、指揮者が多い PC エンジンじゃん。クズ毒は真面目に命に関わるので、信頼できるお店で食おうね。パチパチパチ。ありますね、本当に。これ、これ食べちゃうのみたいな。マイナス7。みんなしかし食べたでしょうね。それ食うの？それ食うのかよ。ん、これどれが当たりなの？まあ中国だってウミツバメの巣を食べるし。ねえ、調理うまく調理調理次第じゃないですかね。よくわからんなこれ。調理人にがうまく最初の調理人がうまく調理してたらね、ひょっとしたら食べれてたのもあるかもしれないですね。どこなのこれ。ここは開いてんだよね。4箇所にあるだけだよね。275へのレスでしょ、が NG ワードです、わら。まあ、そうなってます。ラックスタックスは食べられるよ。4箇所あるだけに宝箱があっただけだけど、どうなってんの。ここがそもそも間違いなのか。振り子は人並みで 300m、 副毒は人並みで3人殺せる。わお。いや、グリコ 300m 走れない。わお。あ、そうか、一粒で。おい、ね。イーグルマインド。よくぞ気づいた、ワコツです。ニコの。ダクさんです。ぜひご確認しかけるいたずらありますか。ああ、人並みは追加中。まあ、両手上げてくんないけどね。ガリバーレベルアップ。パチパチパチ。よし、どん。じゃんけんのグーで勝つと、なぜグリコなんですか。グだから。他のがなかったんだよね、多分ね。グリコ、チョコレート、グリコ、チョコレート、パイナップルでした。うちらの地域はグリコ、チョコレート、パイナップルでしたけど。ここじゃないのか。あ、ここ歩けるのか。グリコ事件で、グリコが話題になっていたから。グリコの負けとか。毒入り剣、食べたら死ぬぜ。みんな見て。
グリコ事件以前よりグリコでしたよ。グリコ事件以前よりグリコでしたよ。グリーンピース、チョコレート、パイナップルと文字数を稼ぐ。他にいい具はない、ないっけ。3文字の具って他にないよ。ない、ないっけな。あ、思えば、いい具はないや。グッチ、グッチ、グッチはちょっと、ねえ、ちょっと小さい図が入ってるから、言いにくいね。グッチーなになっちゃうから。グッチーだったらいいよね。グ、ん、まあやっぱ、んが言いにくいんやけどね。グルカはちょっと意味が分かんないな。あ、グリコになっちゃうか。グラスとか。グラス。群馬。群馬。群馬県限定になっちゃうからね。それは多分小学生分かんない。群馬に変形させる。あの遊びはグリコができる前にはなかったのか、それとも別の名前だったのか。グリコはいつできたんだろうね。まあグリコはできてからですよね、おそらくできたの。グージェルミン。あれ？チョキとパーが同数で6段いけるのにグーだと2段しかいけないから使うと損というのに気づくことなく普通にグー出すよね。わらわら。グランゾート。グーは3文字だもんね。でもそれを見越してのグーかもしれないね。だからチョキとパーを出す確率が高いからグーね。パーだったら、まあパーにだったら負けるけど、あーね、おそらくチョキを出してきたらグーで勝てるし、ね、やっぱ階段1個しかないか。1個しかない。あーやばいやばい、みんな一飛びの1だ。岸辺露伴とじゃんけん小僧のように。うわぁ、大正12年だったらもう完全にあれだね。そう、あの一番かっこいいじゃんけんだよね。この毒すごい威力があるな。長いと言いにくいからね、やっぱりちょうどいいんじゃない、グリコが。そこで甘いキャラメルに包んだのがグリコの始まりだったっけかな。マインドセブン。あ、マインドセブン1回終わった。うわー、セブン。ガンダム向けという感じで一つ。わー、ちょっと待った待った、戦闘以外で買ったら1回でなくなるの。うわー、1回でなくなるじゃん、最悪。おそらく文字ってるでしょうね。うわー、こいつで MP3 で座れちゃう。
し。キョブレンバーズ。そんなバカな。糖尿病になるわい、わら。スイッチかなんかあった？食べきる前に次の 300m 地点に到達してしまうため、口内に振り子がたまる一方となり、最終的に約7キロ程度のところでギブ、イカラス、階段たくさんある割にどこを使ってもほぼ意味なしという、ただ邪魔なだけというね。そうだね。スーパーイ、うわぁ、すごい。ミスティの吸い取んなよ。ついなぁ。まあ、エジソンは伝達もあるからいいけど。ミスティにも電弾像みたいなのないのかな。パチパチパチ、どかれと嘘を書きやがったな。あ、なんか凍らしてくれてんじゃん。でいどかー、コングは大ショック。ああ、まさかミスティがガリバーのこと好きだったなんてで、今初めて気づいた。ショックを受けてるコング。ゴリラが一番いいですからね。ゴリラ以外使えないからね、もうね。今さら、今頃気づいたゴリラ。ガリバーレベルアップ。左右は行ってるかな。ここ行ってる。高性能すぎる。ゴリラ本当優秀だからね。あれ、ここ行ってんだ。ほんとゴリさんは他の仲間の上位互換ですね。わら。やっぱ全ベホマズンとベホマが持ってるからね。これ大きいよね。ミスティの愛の歌も、あ、祝福の歌もベホバズンじゃないもんね。コングの方が優秀だもんね。おそらくなんか船の中で、私ら出番ないわね、みたいな。これまた運命になってくれ。これ、レベルアップで回復しないから長期戦はきついですね。きついね。たまに攻撃もガリバーのマインダー並みの連続攻撃だった。そうそうそう。しかもそっちの方がいい、ガリバーのマインダーよりよく出るっていうね。
攻撃の方が上だけど、あれは1024まで行くのは強烈だもんな。そうだ ね、ネズミ攻撃は強いけど、ネズミは意外とあれが出たら強いんだよね。だってネズミは回復持ってないからね、攻撃はあれだけど。どこに行けばいいんだ。セリフのネタも使える。わかる。わかる。ジャンバの玉。マツケンザンバ、オレオレ。マツケンザンバ。どこなのあたりは。どっかあたりが一個だけあるのかね。ある。階段が1個誰も突っ込まない。あたりにはエットが眠ってるよ。あたりには悲しいな。ああよかった。これだ。なんかあそこだけなんか1個だけ上り階段があったの。よし気づいたぜ。気づいちゃったぜついに。わあなんだマインドショーダメだな。戦闘中に使った方がいいのか。戦闘中だったら1回で消えないか。これまた落ちたら大変なことになるんじゃない。これあー落ちたら大変なことになる。これうわーやめた落ちたら大変なことになっちゃうんじゃない。これ遅い。落とされる。これうわー落ちない。ガリバイジソンレベルアップ。パチパチパチ。小さな首。ジソン。ブレインブレイクまだ出てくるのか。ママのキャラ。なんか1回使ったけど、なんかそんないい効果、いい効果っていうほどのいい効果じゃなかったよ。なんかいい効果ね。なんだこれ。かけてくれるらしいけど、そんなにいい効果じゃなかったよ。くっそー。あ、ここでマインドセブン使ってみようか。道具で使ったら。なくならないから。戦闘中に使ったら7回は使えるっていうリボンクなのに、移動中に使ったら1回で消えちゃうからね。マインドセブン。
デラックス。マニコンバーパニボン6連させよ。よし、おこれ怪しい。難しすぎるよ。難しい。ああマインドセブンはまああれです。ああでもあれだな、今使っとかないと先手のあれが使えないのか。あ下でちょっと戦闘して回復するか。ガリバー。武士たちの涙を流すというパニボン。回復したそばから持ってかれそうな。持ってかれそうだからちょっと凍らせないといけないの。ガリバー遠慮してもらって。ミスティこれ。まあ凍らない。うわあ、はい、コン攻撃するんだよ、これ。これで攻撃しよう。あ、しまった。ガリバにやった。ガリコにやった。チクショー。今回やっちゃう。あー、今回100レバーでやった。うわミスティーレベルアップ。あマイナス戻した。今のマイナス7消えたかな。消えてなかったね。1212、あ2個しかない。あ3個ある。マインド73個あるか。よしよし1匹だ。ラッキー。あ、凍らした方がいいかな。大丈夫か。エジソンとあれで倒せるだろ。アッパーグバイ。倒せなかった。あはは、うわ最悪だ。あ、やっぱり戦闘中から使うとあれだね、なくならないね。戦闘中だといいや。凍らせてちょっと回復しよう。ああまあまあ これぐらいやったらいいか。300あったら氷の歌はすぐに使えるから。あ氷の歌使わなくても指上がるからいいか。デンタンとかデンタン。信者たちの声を、この祭壇の炎の中で、それでもハレルヤ様の復活を願って祈っている信者たちの声を。ハレルヤ様はアトランティスを許しませんでした。ハレルヤ様はイスパニアを許しませんでした。
ハレルヤ様はあなたを許しません。ガリバー、そしてミスティ、俺はあなた予言にかかれてないから別に関係ないわよ。俺もエジソンは俺を許すのかよ。どこでもハレルヤハレルヤ言ってるの、キャンバーに渋滞みたいなもんだろ。桜ではありません。お、BGM が許された。うわー、なんかメシの女王がすごい氷系の力を使う。でも指輪いいんだよね。指輪はいいんじゃないの。指輪はいいのか。家族ビーブ。あ、指輪いいんだ。あ、でもなんかさばきの光が来たよ。あ、氷の力とか、でもさばきの光が来るだけならいいじゃん。さばきの光が来るだけならもういいんじゃない。勝ったな。ちょっとあげとくか。お手丸。これを元に一緒さんの VTuber 作りましょう。 VTuber。 これを、おい人気でね、わら。これまでもエジソンを甘く見たのが敗因なんだから。あ、プリポンキング出しておこうか。プリポンキング出そう。プリポンキング出さないと。応援か。あ、ガリバーはもうガリコはバッチリだな。プリポーンキングドバーン。あとバリアとこ。ほら、多分衣装はテレビスとオツバスケットのあのチアガールですね。バリアー。そうです。こうすると顔がなんか可愛い。可愛く見える。お、なんか変わった。バーニングフレーズ、あ、ちょっとバーニングフレーズやめろよ。これ溶けちゃうだろ。プリポンキングダメだったわ。なんか溶かしてくれるじゃねえかよ。ちょっとこのキング何よ。私の氷溶かして。まったく。ちょっと解凍しちゃった。あ、今のバリアで防げないのか。なんか30微妙な回復したね。あ、あ、ナイス。コングさんナイス。俺防げないんだ。プリポンキング倒れていいよ。ナイスルームサービス。ナイスルームサービス。俺の力使っても痛くないから大丈夫だ。あ、まだ生きてる。バーニング、あ、まだ生きてた。あー、しまった。コングがプリポンキングの一ポイント回復出した。まだ上げとくか。まだ上がるの。あいつハレルヤ教じゃね。本人は歩きがないから。応援かも。上がる。もう電源
方が。家族も良かったし、めっちゃな。なんか見ちゃう。この体、最大ヒット数がある。お、なんかまた。宿命ビンダー。おお、気持ちいい。キラキラ。なんて顔してんだ。デュ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 。キラー。カクカク感じ。Good boy. Genji Dokkan.2しかってない。あ、2で終わったと。残り2だった。1回も出ないマインダー。ここまで、コングは出ましたね。2回出たっけ ?1 回かな ?3 連発ね。あの、100連発か。イーグルマインダー一度も出ない。まったく。ガリゴ、おー、レベル7アップ !7 アップミッチーレベル7アップ !90 マインダー。エジソンレベル7アップパチパチパチ飲まれそうポンポンあげてくれるわらやっぱり人間はダメだねすぐ壊れてしまうマナウップってサイダーありますねこれで私はありましたね今もあるのゲームにもなりましたねゴミのような命を食ってねこれから私がこの世界を支配する。では、面白いものを見せてあげよう。何しやがって。カビオが。カビオが打ちつけられている。顔に。あ、イスパニアだ。うわあ。次はどこにしようかね。ビルスかい？アルバーンかい？そうだね、ゆっくりと楽しませてもらうよしっぽけで愚かな人間たちが死んでいく姿をねあそこには、あそこアルバーンたちからは見えてないうわぁいつの間にかあ、戻ってる元にハレルヤに操られて顔は戻ったのかないけないこのままではお願いですハレルヤを倒してこれをハレルヤはきっとアポロンにアポロンアトランティスのアポロンにガリバーは太陽のシリウスを手に入れましたパチパチパチオッケーデンデデンいけないのかカエルの大変じゃない？あなたと一緒に過ごしたアポロスの丘に帰りたい。フェリオス。アトランティスのアポロンだって。ドキドキするの。何か恐ろしいことが移動したんだ。わら。ガリバ、急ぎましょう。どこまで移動したんだこれ。あれ、お花畑あのひょっとして妖精の。するの
違った、もう花畑になってる。ホテル泊まろう。あ、ガリバーさん、みんなどこ行ったんでしょう。気がついたら誰もいないんです。あ、すいません、お泊まりですね。非常に申し訳ないのですが、レジスタンスを立ち直すため我々にはお金が必要なんです。金貨7枚いただきたいのです。それでもよろしいですか。はい、それではごゆっくり。おはようございます。あれです。敵セーブしますが、立て直すには7で立て直せるの？よし。また来てください。ずっとずっと応援します。静止性なの波交換が持てる。よし、じゃあ3階席を買い直しに行って。カウンター乗っ取った。家も。本当はお金取りたくないってことだろう。そう、本当はお金取りたくないけど、しょうがない。なんだね、7ゴールドならいいですかみたいな。なんで7なんだろうっていうのはありますけどね。なんで7なんだろう。レジスタンスに多大な手伝いしてるからな、ガリバーたち。やどや、そこで銃くれないガリバーって敵だよね。幸運をまかな感じで。あ、ザンバの様子なんだろう。ちょっとザンバの様子、姉さん、あ、位置が変わってる。ザン、あら、なんか変わってるよ。なんか変わってる。ね、ホース、ここを暴力バーにしない？きっと儲かるわよ。こんな暴力バーで暴力バーにすんなよ。悪くない考えだな、タイガー。海の魔物でも客にして人儲けするか。いや、シーライオンに客入れてどうすんの。あれ、ちょっと、ま、アイテムの効果をアイテムの効果を教えてほしい。ママのキャラメルってなんだっけ。ヒットポイント300。ああ、これいいね。これ持っとこう。ワニボンなんだっけ。ザンバルキーじゃなくてグリコだったのか。貴重なアイテムだって。ずっと持ち歩いててねって言われてる。貴重なアイテムだからチョコ、これも持って歩いてこいや。よくわからない、姉さんでもわからない。え、ザンバの玉。実はすっごく強いんじゃないかな。だってあんなに大きいんだもん。強くなきゃ嘘や。嘘、嘘です。ガリバだってそう思うでしょ。嘘でした。ま、それはそれとして、バーのマスターにハングライダー払う金足りないと暴力バーということになって、ライザンバーの玉、わらわら、コウモリだけが知っている美少女スパイスチールバスターをお送りする。ひどい、ひどいね。わらわら。何が知りたいの。じゃあグッドニュース。あー、ごめんなさい、今は何にも情報がないわ。ないだって、もう切れたのか。じゃあバズニュースは。コウモリだけが知っている美少女スパイスチールバストがお送りする世界の最新情報。ふふ、ね、何が知りたいの。各地から外伝が入ってるわ。あんまりいいニュースはないみたいだけど、読んでみる。はい、それじゃリストを開くわね。無情、あ、どこまでいったっけ。今日晴天ぶち壊しからかな。晴天ぶち壊し、邪魔された復活祭の夕べ、生贄足りない、ハレルヤ様、復活できなかった、ああ、運命の子供たち邪魔した、ゼロ様倒された、女王様もう一度チャンス飯なのと、生贄たくさんたくさん、ハレルヤ様それ食う、信者たち騙す、お恐怖うまい、Q
恐怖もっと食って復活するハレルヤ様だからもっともっとああ発信者不明の怪電波イスタンブールにて傍受はい、次浮上飯なのと浮上飯なのと愛すべき聖魔教信者の皆さんついに聖地メシナに神の国が誕生しました。その名はメシナの塔です。13階建てのこの塔は最上階に聖魔教会総本部カテドラルが設けられその祭壇の炎は天国へと通じています。さあ二度とないチャンスです。あなたも今すぐ神への生贄として聖魔教会総本部カテドラルへ。13階もあってのあれ階段はいっぱいあったけど。そして悪魔の支配する地上世界から下脱しようではありませんか。ためらわずにさあ今すぐ。聖魔教会機関紙聖魔新聞より抜粋。はい他のニュース。国会の夜、国会の夜。 A なんか息苦しいね。 B そうだね息苦しいね。俺たち死ぬのかな。生き物はみんな死ぬからね。海が黒くなってどんどん。うん。このままどんどん。人間は死ぬかな。きっと死ぬよ。きっと。世界はおしまいかな。僕の世界はもうすぐ終わるよ。少なくとも。ああ、嫌になっちゃうね。ああ、嫌になっちゃう。おいおいどうした。ずるいよ。一人だけ。先に発信者不明国会の海中マイクから受信。そうよね過去の出来事なんて気にしてもしょうがないもんね。前鏡じゃなくて前のめりじゃなくて前の海じゃなくて前向きに行きましょうね。ガリバーゴーゴーゴー。前受け身でもなくて。どうしたじゃ。かかってこいマンモス。スパリングだ。それウェイトマッシュ。ウェイトマッシュ。マンモス強くなるイベントこれ。前向きで行きましょう。ヒッやめてください。イーグルさん暴力反対です。寝袋の店で3階席置いてんの。いいよガリバこいつら暇そうですよね。本当に戦うのか。まあそうだね。ハレルヤとかいう化け物とよ。いややめようぜ。あんなの相手にしたらいくらこの俺様が無敵だからってかなわねえぜ。な、いやいややめとこうぜ。で、なんか買うかい。それとも売りたいのかい。何売ってんの。海に叩き落とすぞ。ホテーマル売ってんじゃん。ホテーマル売ってんじゃん。じゃあ、イカさん買っとこうか。こむしいらないよ。あとはいいか。3階席だ。よし3階席、あとまあ3階席でいいから。あ、ミスティとかは。ガリバー、いよいよ最後の戦いね。いよいよラストダンジョン。みんなで力を合わせてハレルヤを倒しましょう。イエス。ガリバーハレルヤだ。ハレルヤが一番悪いやつだ。さあ行こうよハレルヤをぶっ潰そうよ。さあ行こうよ。まずは3階席を。結構ねラストダンジョンは長かった記憶あるんでね。うわー真っ黒になってる。1日で終わらない気がするな。確かラスダンはえらい長かったよ。あもう街入れなくなってんのか。うわー3階席どう。補充屋さんが来てくれたっけとかだっけ。まあ、間違えれないんだね。貿易できないわ。
えらいこっちゃ。三階席が。おや。飲まれる。どうだい、手も足も出まい。この私の邪魔をすることは許さない。お、なんか喋ってる。そこで口果てるがいいさ。声はガリバーガリバー、余計を言えよ。ガリバー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 言わないで。チャプター先生、チャプター先生か。名前だけ、だろ、わかんねえだろ。その次の次を言えよ。次を、いよいよ最後の決戦じゃん。先生じゃないか。でもよ、最後の最後でどうも手も足も出ねえんだ。まいったぜ。戦いの中にゆとりができたようじゃな。どうじゃな、魔導法を使って。黒幕っぽいですよね。魔導法、全てを知ってる。うん、魔導法でビューンと飛んでいけばよかろう。なかなか無茶苦茶でいいな。よし、面白い。辛いと思えば辛い、楽しいと思えば楽しい。心というものはそういうものじゃよ。じゃ飛んでいくの。先生ありがとう。さあ魔導法の中に入るんだ。和骨です。バーソーさんです。無理にとは言わねえぜ。マジで言ってんの？回ったよ。え、人間砲弾。人間砲弾。いつも一緒だよ。いつも。私もよ。二人が。金仙人のじっちゃん。こういう時って女の方が度胸決まるのよね。フィービア飛べるからいいよ。よーし、決まった。それじゃコング、なんと人間砲だ。桜回転の前にやってたんですね。仕込み、なんと人間砲だ。桜大戦でもあるの。宿命かな。一度やったことあるがきつかったぞ。いや、どこある人間砲だ。息できねえんだわ。おいまるまる、おかん。ねえガリバー、あれ、ってことはこれ、工場人は一緒にしてくれないの？どうだったかな。獣人も確か来るはずだよ。余裕あるな。何、今の力？今の力は、おいおい、マインダー役に立ったってことかな。マインダー一応は、うんうんうん、気を失いそう。
確か入り口付近に宿屋ができるはずなんだけど。そうだな。あれじゃあ今後一緒に来てくれなかったっけ最後。ガリバーたち困ってるんじゃないかな。困ってる。アトランティスにはきっと宿屋も道具屋もないわよ。どんなにあっさり着地するんかい。そうかな。でも土産物屋ぐらいはあるかもな。もうふざけないでよ。あなた道具屋なんでしょ。仲間なんでしょ。だからあなたも魔導法でビューンと。俺空飛ぶのだダメなんだ。飛ばされるんだから大丈夫。マウスを飛ばしてよ。やめろ。魔法はいらないから行かなくていいのよね。そうだね。マットちゃんは飛べるからな。マットちゃんはでも飛べるし。心配するな。私も行こう。これもまた宿命。わらわら。もうお前はそうやっていつもいつもこの宿命を抱く。命が惜しくないのか。うん、何も言うな。分かる。いやいや分かってないだろ。だから何が分かるってんだよ。話俺は嫌だぞ。 まだ死にたくねえんだから。私どうするんだろうな。安心しろマウス。首と胴体がつながっている限りこの俺が治療してやるぜ。やべえ。コングさんいろいろと生きて帰ってくるのよマウス。確かあなたには金貨20枚貸してあるんだからね。戦いのゴングはもう鳴ってるんだ。マウスジタバタするな。おめえの明日のためにな。だけで全部片付けるのってずるいですよね。わかる。本当に大丈夫なんでしょうか。大丈夫、なんとかなるわよ。だってあなたって無敵なんでしょ。なんとかするのよ。無敵っつうんだから、うん、これもまた宿命。それじゃ行くわよ。5、4、3、2、1ファイヤー。早い。気楽である。本当？普通に落ちてきた上から。バットのやつめ覚えてろよクソ。軽い落下わら。軽かった案外。コングが意外とめり込まなかったのが不思議だね。道具屋と宿屋の出張サービスってわけさ。奴らは体重が軽いからか。コングは重たそうだけどね。頭を見殺しにできねえからな。コングも連れてきてやったぜ。おいおい連れてこられたんだろお前。コングに連れてこられたんだろ。連れてきてやったぜじゃないだろ。わらわら。ありがとうマウス。今度ばかりはお礼を言わなくちゃね。ありがとうマウス。いやいやお礼はコングに言いたくは。礼はいらねえや。悪いけどな、俺たちが協力できるのはここまでだ。ハレルヤとの戦いはお前たちで決着つけるしかねえんだ。道具屋はどうやって商品仕入れるんだ。大量にあるのかな。分かってるよ。これもまた宿命。あのさ、欲を言えば金庫も欲しかった。金庫の金庫も欲しい。こわー、なに贅沢言ってんのかねこの大将は。お金がしかし貿易ないと稼げないんだよな。うわあマインダード、これも放ってきた。アイテム倉庫。あぶね、あびっくりした、あぶね。金庫だ。それに魔剣ローダーも。わらわら。バットの野郎。どうやって魔剣ローダーまだしも、こいつ金庫はどうやって飛ばしたんだ。これでオッケーだろ。随分レスポンスいいんだね。迎撃に出てこないで。補聴器でも仕掛けてあるんじゃないか。やつならやりかねえね。
し行くぞ。ミスティ、エッソン、ハレルヤをぶっ倒すんだ。ああ、最後は3人パーティーなのか。おかしい、空気抵抗で同じ場所に落ちるわけか。これもまた宿命、同じところに落ちるの。よ、前の元気はどうだい。ここは無敵の道具はビッグマウスだ。買うかい、それとも売るかい。まあ3階席売ってないのかよ。3階席はいいんだけどな。前の手も買っとかないと。移動中に壊れるとすぐぶっ壊れるのはちょっとたまに気づかねえ。持ち物いっぱい。あ、小林いらないよ。こっちで店開いたぞこいつら。小焼きは売らない。いらない。マインドセブン買ったからいいか。お金は稼ぎようがないんだよな。しかしお金貯めてないとここで稼ぎして補給しなきゃいけないのか。いや、お金は宿屋寄りついてきてくれる方がいいのだがな。貿易じゃないと稼げないですよね。まあアイテムが落とせばそのアイテムを売って稼げるのか。それしかないですね。他のマインダーはどうかな。他のマインダーで使えるマインダーであったっけ。ソニック、ブラスト、フリーズ。もうスタンプ帳とかはいらないかな。ああそうか、スタンプ帳いらないね。オーラマインダーってなんだっけ。ああ体力あるからいらないな。まあ結局ラバーは盗みができるマインダーはありませんでしたか。ゴールドマインダーだったね。魔力はな、いらないんだよな。ガリバーだからな。結局イーグルマインダーになっちゃうね。どの道マインダーあんまり出てこないから。ん、これもまたしくね。モデルと宿命点3号点はなぜかセーブができるようだという。これもまた運命だね。なぜか。なぜか。いよいよ宿命なる決戦。ガリバー、何も言うな。わかる。これもまた宿命。わかる。また宿命。まあセーブはなかった。また来いよ。しかここでセーブできなかったら全然見れっぱなしで。そうそう。ちょっと、わら、ほんとゴリさん、ゴリさんは何を分かってくれるの。ハレルヤの偽物が現れた。なんだなんだ。防御力下げられた。やばいでばあね。ガリコパンチ。オッケー。ガリコパーン。ちなみにヒットポイントいくらなの。18,964 って結構あるな。結構ありますね。応援歌歌うことだ。
これ倒して今日は終わりですかね。ほら確認しとこう。ガリコー。加速しとこう。何回？もう行こう。おら。加速しとこう。おらおら No。 あ、これ時だ。あ、逃げた逃げた。ガリバーレベルアップ、ミスティレベルアップ、エジソンレベルアップ。逃げても経験値くれるんだ。パチパチパチ。あれっあれだ。素晴らしい竹。素晴らしい。パチパチパチあれです。お、なんだ。ノー。するたびにやらないといけないのかな、めんどくさい。お、あれ調べると。出てくるんだよね。でも必ず通路のやつは倒さないといけないし、これは大変だ。凍らせよう。よいしょ、ここだ。通凍るからいいや。あと殴れ。途中で逃げるんだったら殴った方がいいかな。あ、攻撃力上げとこう。ほら。ほら。あ、終わりとや。ガリバーミスティエジソンレベルアップ。パチパチパチ。身代わりし、お、身代わりし、確か景品に入ってるやついいやつ。あ、当たった。水は節約した方がいいのがジレンマですね。これ一回倒したのはもう一回復活するのかな。出たら倒したのを復活しないんだったら全部倒して行くんだけど。あー、そうか、コングはいないからあれだな。オート回復はいなくなってた。おう。
よし、来い。 BB も出てこん。 BB が出てこないんですよ。お、来た来た。ガリガミスティエイジサンレル。どうだ。あれがワープゾーンか。ナップ22分か。今1個倒しておこうか。誕生石イエスコンあれです。あ、しまった、当たった。わーん、慎重に行かなきゃいけない。当たった。まあいいや、もし復活しなかったらいいや。もういいんか。ちょっとクラクラ、おはよう。もういいか、つまらなくないか。もう一回やったら置いた方が早いだろ。ミスティック回復してくれ。あ、凍ったわ。凍ったからもう回復出していこう。よしよし、パンチパンチパンチ。オラオラ、そろそろ。オラオラオラ、レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。ガラッと登場して投げられて逃げるを繰り返すのも疲れるんですよ。まったく、パチ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 。飲まれと当たりませんよ。大丈夫です、大丈夫です。
長に。ちょいちょい。ん？消えてる？あ、消えてる消えてる。あ、倒したら倒しただけいいんだね。よかったよかった。消えてますよ。よかった。電源切ったら元戻ったりしてね。ロードしたらあれかもしれない。あら、これどうよかったけど、ここがめんどくさいな。ここ覚えるしかないね。うレベルが上がるわけだ。レベルが上がるわけだ。誕生石っていくらで売れるのか。お、9600円で売れるじゃん。消えてますよ。誕生石を売って稼げるのかな。消えてますよ。レンタルを持ってきて。不思議壺ってなんだっけ。不思議壺って何があるの。忘れちゃっただ。先週確か交換でもらったんだよね。ミスティのあれ、マジックパー回復かと思ったら違ったんだよね。何だったっけ。マインドでもちょっと上に。ステルを再現別にオクトステルを発動しそうで怖いなって。ステルをとにかくステルをクリックするのが悪いんだよ。普通使うステルって置かないからね。なんでステルにしちゃったんだろう。不思議でたまんないよね。なんであの時ステルにしちゃったのかこれがわからない。P 社2番空想科学世界ガリバーボーイは毎週土日やってます。また明日。オツでした。オツでした。はい、オツでした。オツでした。はい、オツでした。オツでした。オツでした。オツです。オツでした。夜のハンタータイムでまたお会いしましょう。同じアトランティス大陸に来たのにレベルは1個低いし時間が4時間くらい。オツで終わるか、それとも来週に練り込むか。オツでした。はい、オツでした。かなり違うなぁ、今回。前回めっちゃ早いじゃん。ピンクの、ピンクタイガーさん仲間にしたぐらいで4時間も変わるかなぁ。あ、でも大陸で1時間だから来週で、明日で終わるかもしれないね。時間的に見たら終わりそう。開発室で1時間だから。フルボイスのせいですか。フルボイスのせいと思いたい。